笠原綱信は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、後北条氏の家臣。通称は、玄場助で、仏家官位としての三作守るも称した。笠原越前守家の笠原新棚、交渉親子の縁席とも、信濃の国人である、笠原清重の一門とも言われるが確かな身元は、不明。新棚は、北条総運に従って、 関東に入った笠原市で、綱新は伊豆の国人の笠原市という説もある。笠原市は伊豆州二十一屋の一家で、中でも綱新は伊豆州筆頭と言われる。聖没年は不詳だが、何、綱が入っていることから北条氏綱の第2は、すでに有力家臣として活躍していたと考えられる。氏康の第2は表情宗北条五宿郎に名を連ねており。 重心だったことが伺える。清水綱吉と共に、伊豆国の軍隊を務めていたとされ、大英7年11月20日に、三島大社の盆昇政策の,のための妊婦調達を、明治流実名の主院上の宛先にある笠原殿、清水殿は、この2名と見られている。第1次河野大合戦でも、先行を挙げ、英六元年に、小学坊、足利義氏が、 鶴岡八幡宮に参詣した際に協養役を務めた。翌年作成された小田原州書料役長には、相模国たこや伊豆国屋伝など6カ所で計447巻150分の書料が記載されている。a 六年間に同じ現場所、三作守を名乗った息子に代替わりをしたとみられるが、天正3年にその息子が死去して、後継ぎの千末が幼少であったために、 松田の秀の子である正春が人代の名目で、笠原美まさか守る家を継いだ。a b b 北条氏鹿診断人名事典東京堂、出版、2006年、ISBN44 億9千十万1 0万6963、P196 から198、八なしハット AB を書きよし、笠原綱信 笠原美雅か守る ISBN 978から4から642013482ありがとうございます。